これは遥か古の時代、勇者のみに受け継がれる伝説の剣、マスターソードの誕生を描いたゼルダの伝説、始まりの物語。ゼルダの伝説、スカイウォードソード HD。 物語は天空に浮かぶ島スカイロフトから始まる。主人公のリンクや幼馴染のゼルダなど、個性豊かな住人たちが暮らす女神に祝福された島。ある日、ゼルダは大きな竜巻に飲まれ、雲の下へと落下してしまう。離れ離れになったゼルダを救うため、リンクは旅立つ。リンクは大きな鳥ロフトバードに乗って大空を自由に探索できる。そして分厚い雲を抜けた先に広がるのは、誰も降り立ったことのないまだ見ぬ大地、自然豊かな森や溶岩が流れる灼熱の火山、広大で古代文明の眠る砂漠地帯、そして空とはまた一味違った大地の住人たち。未知なる大地を巡り、時には彼らの力を借りてゼルダの手がかりを探す。大地でリンクを待ち受けるさまざまな魔物たち。リンクは剣と盾を駆使して戦う。両手に持ったジョイコンがリンクの剣と盾に対応。右手のジョイコンを振ることで、剣を縦、横、斜めなど自由に振り分けることができる。左手のジョイコンで盾を使い、相手の攻撃をうまく防ぐことで攻撃を跳ね返したり、反撃の隙を作ることもできる。またボタン操作にも対応し、携帯モードや任天堂スイッチライトでも遊ぶことが可能。そしてリンクが旅の途中で手に入れる個性豊かなアイテム、空に飛ばして遠くを偵察したり、物を運んだりできるビートルや、敵を引き寄せたりロープのように引っ掛けられるムチなど、多彩なアイテムが存在。これらのアイテムを駆使しながら立ちはだかるさまざまな仕掛けに挑んでいく。天空と大地を舞台にリンクを待ち受けるあまたの試練。ゼルダの伝説はここから始まる。ゼルダの伝説、スカイウォードソード HD。 アミーボー。ゼルダの伝説、スカイウォードソード HD はアミーボに対応。リンクの幼馴染の少女ゼルダとそのパートナーであるロフトバード、2体のキャラクターが一つの台に乗ったアミーボが新登場。大地での冒険中にアミーボを使うと、どこにいる時でも空へ移動することができる。また空で再び使用することで、大地でアミーボを使った場所に戻ってこられるので、冒険をよりスムーズに進めることができる。アミーボ、